こんばんは。ちゃんとマイク入ってるかな入ってるね。こんばんは、小田友です。今日も、エヌストブロッコの、今日もというか先週お休みしてしまいました。申し訳ございません。えー、先週お休みしてしまいましたが、今日は、えー、続き、エヌストブロッコのユートピアの精神初版を読んでまいりましょう。早速画面を共有したいと思います。えー、これかな。 はい、ということで、あのー、装飾模様の算出というふうに、これは模様の方にアクセントがあるかなというふうに、えー、思いまして、模様をちょっと付け加えてみましたが、えーまあ、算出というのは、まあ、そう訳した方がいいのかどうなのか、まだ分かりませんが。 はい全体を読んでから、ここは決めたいと思います。で、えー、これ、今まで予約したところ全部やってると、ちょっと時間もないんですが、一周飛びましたので、やはりね、ちょっと前から読んでいきたいと思います。とりあえず、えー、どこになのかな。 そうそう、先々週のね、あれがややこしかったんですよね。えー、最後の一文が、ややこしかった、あれをちょっと思い出しておきましょう。まあちょっとね、ここですね。えー、これは、まあ、あのー、この、 機械の本来の目標はというところをちょっと思い出しておきましょう。浴室付属推薦便所であり、えー。これはこの時代の最も文句なしでオリジナルな業績であって、ロココの家具やゴシックの建築のように、この時代の持って生まれた芸術種を示しているっていうのね。まあこれ、あの、ユートペオの精神、えー、装飾模様、えー、の、えー、制作の章、えー、の、まあ、一つ面白いところ。 だといいう,うに思いますここをちょっとふり思い出しておいて、ここか。はい、これがややこしかったんですね、えー。というのも、現代の素材や目的設計がラスキンの言うように、このラスキン、えー、中央をつけておいた方がいいかもしれませんけども、えー、ラスキンの言うように、その栄養がまさに難しさにあるものを簡略化するためにもたらしたものの全ては、要するに現代の素材や目的設計が、 そういう、えー、難しいものを簡略化させるためにもたらしたもののすべては、様式というこの最高に装飾づきで、ほとんど装飾本能のみから出る対照的で作為的な、えー、贅沢に対照的な、えー、事柄を素通りし、まあ、これ、言葉がもう原文がダブっているので、これはもうしょうがないですね、公約しかない。 えー、その結果として、生前のところ、えー、バマテン天ーがビルス・ニムルドンとともに、えー、また映画館の壮麗な正面玄関が最後の幾何学的建築芸術、もちろん他の芸術からする。えー 医科学的建築芸術とともに示しているあの技術的類似に行き着くことになるだけだからであるというふうなね、えーまあ、結局、まあ、ややこしいことを言ってるんですけども、あのーね、結局なんだ、えー、素材が新しくなってもまた、えー、設計目的が新しくなってもですね、えー、昔ながらのものしかできていない という、えー、そこに、まあ、限界があるよ、みたいなような話をここでは、えー、しているわけです。で、さてこのさ、このダメさ加減ももちろん全ての場で考え物というわけではない。趣とは無縁の抽象にも表現主義の感謝をささげ捧げたくなる、捧げたくなる機会があるのだ。 というのもか、一つには、飾りつけることがあらゆるものにもかかわらず、えー、再び目覚めているからだ、アウスツイラン、これが飾りつけるということですね。あらゆる、えー、ものにもかかわらず、再び目覚めている、えー、装飾というふうなものが、えーね、あの再び、なんていうかな、あの装飾したいという、えー、そういう気持ちが、えー、人々に生まれているということですね。 で、人々は無理やりでも乾いたものから外に出ようとしている。で、人々が、えー、徐々に洞察しているのは、えー、分娩監視は通通でなければならないが、砂糖えー、角砂糖バサミは決してそうではあってはならないということだ、うん、という段落、えー。で、もう一文だけあったんですね。これ、前回訳しとけばよかったですけども。はい。えー ううしてとということですね、まあ、人はっていうのは訳した方が、えーまあ、人々はっていうふうに前回やったのかまあね、えー、人々はとやってますので人々としましょう、えー、人々もこっちは人々 珍しい批評ボットさんがおいでにくださった。はい、えー、ようこそいらしてくださいました。今、えー、やりかけてる途中です、えー。人々は無理やりでも乾いたものから外に出ようとしてる。えー、つまり、何、あのー、て言うかな、木の一辺倒とかっていうふうなもの、えー、それがまあ、ある種幅を利かしているんだけれども。 だけども、そこから外へ出,出ようとしている、そして、えー、人々が徐々に動作しているのは分娩監視は通通でなければならないが、要するに、まあ、分娩監視というのは機能優先ということで、さ角砂糖バサミも機能、えーま、優先といえば優先なんですけども、これはまあ日常的な道具である、えー、し、実際に通通だったら角砂糖をうまくつまめないということがあるわけですけども、まあ、角砂糖バサミの場合であれば、 ある種、装飾というふうなものが、えー、生まれてくる、えー。そういう余地があるということだろうと思いますね。こうして、人々は。人々は,は、こっちで統一しましょう。えー、人々は、再び、うん。もう一度。 再びでいいか。再び、えー、<laughs> ファルビヒアフツ・ロッケルンという文章です。これだけでは本当に、えー、分かりにくいですね。<laughs> アフ・ロッケルンというのが、緩めるということです。えつまり、機能一辺倒というふうな路線を緩めるということで。 それが、まあ、アウフ・ロッケルンということで、ブロッホが言おうとしていることだろうというふうに思います。ちょっと言葉とは、ただです,ですね、色彩的にっていうかな、色彩によってとまで訳せるかどうか、えー、色彩的にアウフ・ロッケルン、緩めよう、し、えー、し、 えー、また、かつてないほど、えー、アオホ・ベブースター・アルス・イエーということで、かつてないほど、えー、意識的に、自覚的に、うん、意識的にぐらいでいいかな。はい。えー、有機的な線の、えー、記号や生命、えー、に、 有機的な線の記号じゃないな。再辺はやっぱり、それをやっぱり実際に書き記すということだと思いますから、えー、有機的な線を、えー、引く。むしろ線を引く。まあでもこれ線と霊弁が来てるからな。有機的な線の、えー、再辺。ああ。これを書き記す。 書くことや生命。うん。再編はやっぱり書くことっていうのがいいと思うな。実際にそれを書きたい。再編。あ、あのー、ね、ライブですので、何か、あのー、気になることがありましたら、遠慮なく、 あの直接コメントしてもらっても結構ですしまた、えー、何あの、チャット欄の方に書き込んでいただいても結構ですのでその辺はご遠慮,ご遠慮なく、えー、再編、再編、再編そうか、再編は、っていう、あれは再起ねんだよね。うん 有機的な線の印ぐらいにしとこうか。印や生命に。ね。えー、ドレンゲン。殺到するは強すぎるかな。はい。どうもどうも。LT さんこんばんは。ということで。 ドレンゲンは、まあ、殺到するっていうのは強すぎる。まあ、そうやって迫っていくんですね。もうちょっとおとなしい役ないええー、ドレンゲン、ドレンゲン。アウフ。ああ、これは何かを強く求めるっていう言い方。アウフ、なんとか四角名詞、ドレンゲン。生命を。 強く求めている。オルガニシェン、えー、っとおお、有機的、オルガニシェンですね。えー、で、えー、オルガニシェン、リーニエという、えー、ここです。有機的な線。あのー、 ある種、えー、やはりこの時期、えー、ということ、1910年代、1910年代の、えー、まあ言ってみれば、うん、10年代はまだそこまで強くはなかったかもしれないけれども、あのー、このあと、ある種、機能主義みたいな、えー、ものが台頭してくる。 わけで、すねでブロッコの方としてみれば、もう、えー、それは見越した上で、であのー、それに対するもう、何、えー、先取りした反応というのさ先取りした反動といった方がいいかもしれないけど、そういう、えー、機能主義的な機能一辺倒とかっていう風なデザイン、えー、から、えー、に対しても、早くも抵抗が始まってるっていうのが、まあ、ブロッコの見方。 ということとになろうかと思います1900、えー、この「ユートピア精神」初版が書かれたのは1900、えー、とか出されたのは、えー、1918年ですけども執筆は、えーまあ、ブロッホ自身の言い方では、えー、1915年から17年というふうに、えー、言っております。でもうちょっと古いところからの文章も多分あるだろうというふうには思っていますけどもね。 芸が抜けているあ、本当だ、オルガーニッシュだ。オルガーニッシュエン・リーニェということで。はい、えー、ということで、自分の中でも <laughs> 読めちゃってる、えー、オルガーニッシュと読んじゃってるので、つ、え、づ、ー、りミス、に気がついてませんでしたね。間違いないよね、オルガーニッシュで。 オルガーニシセンディーニエ。間違いなし。えー、有機的な線の印や生命を,を強く求めている。というふうにいきます。はい。では、えー、ようやく次の段落、えー、ということですね。で、えっ、ー、と、一つにはっていうふうに合間あるというふうにきています。そして、えー、さらにこれね、三、えー、つ。 3つ目、4つ目、4つ目があったっけ ?3 つ目がやたら長いんだよね。3つ目で終わるか。一応ね、この、え、この、えー、いこの何えー、この、なんだ、これだ。表現主義に、 え趣とは無縁の中傷にも表現主義の感謝をささげたくなる機会があるんだ。ダメって言われたらダメなんだけど、えー、全部もうダメっていうわけじゃないっていう、その、えー、理由の一つ目が飾りつけることが、えー、あらゆるものにもかかわらず、あらゆるもの、あらゆることにもかかわらずにしとくった方がいいか。ことにも、あららら。 もかかわらず再び目覚めているからだ。で、えー、数えつけるということが、えー、再び、えー、まあねあの、勢いを持ちつつあるということですね。こうして、えー、人々は再び、えー、色彩的で緩めようとしまた、かつてないほど意識的に有機的な線や、線の印や生命を強く求めているというふうにきて、 今一つにはっていうのが、つむあんだらん、いっつ、アップハンコメという一文になる。はい。ええー、他方で、これ、段落エを変わるので、もう一つぐらいやっとこうか。今一つ。 今一つにはというか三つ目がありますので、えー、一方で、他方でというふうにやると三つ目が浮いちゃうので、今一つにはということで、第二にはっていうふうにやってもいいかもしれませんが、今一つには、えー、あらゆるゲベルプリヒ、えー、これが手工業的な能力、うん、能力ってうはゲベルプリヒ。ゲベルプリ っていう言葉が、まあ、この章ではものすごく何度も出てくるんですけども。クンスト・ゲベルベっていう形が多いんですが。えー、ゲベルプリヒ。あ、これ営業場のになってるね。これは、やっぱりクンスト・ゲベルベの方でしょう。 うん、やっぱり思考業のほうですね、これはね。えー、あらゆる、えー、思考業的な能力。能力が、ね、アップハンデンコメンという言い方で、失われるということ。 失われることも、フィライヒト、もしかすると、え積極的なポジティーフェ、あらら、ポティーベになってるね、ポジティーベ、やっぱ打ち間違い多いね。ポジティーベ、間違いないですね。ポーズィ、 ヒーベ、ヒーフェ。いということで、えー、もしかすると、えー、肯定的な深さ、深さ。積極的、肯定的、どっちがいい肯定的にしようか。深さ。 で、どこの場合のどっは、もしかするとやはり、ぐらいのかな。もしかするとやはり肯定的な深さ、えー、がないわけではない。 でフィーライトですから、やっぱり、もしかすると、かもしれない。で、やっぱり、やらざるを得ないですね。しれない。からだ。今一つには、あらゆる思考強的能力が失われることも、もしかすると、やはり肯定的な不戦がな,ないわけではないかもしれないからだ。ややこしい言い方ですけども、まあ、ニヒトオーネ、ポジティーティーフェ、オーネ、なし、なしではない。 えー、この場合は肯定的な深さがないわけではないというぐらいの、えー、ところでいいんじゃないかと思います。で、で、こ、これを指摘したのが、よいしょ。これは、えー、っと、段落は変わってなかったよね。うん、段落は変わってない。よいしょ。ああ、だから、フのターが。 ダら u ハット、マルク、す、うん、と、みっと、ぐるヒンゲビーゼム。このことは、この点はぐらいしとこうか。この点は、ね、かっこ、マルク。 例の画家のフランツ・マルクですね。よいしょ。最初に。で、ウォン・ト・ミッチ・クルックっていうのがちょっと僕もニュアンスがどんな感じなのかなというふうに迷ったんですが、えー、この点はフランツ・マルクが初めて、最初にというかな。初めて。あら。 でミッド・グリュックで、これはなんか、指摘したこと自体が幸福だという話ではなくて、幸運にもっていう感じかなというふうに思いながら。えー 幸運にも指摘しているこの官僚系と、えー、ミッドグリュックっていうのかな。うんどうも座りが悪いな。えー、この点はフランツ・マルクが初めて幸運にも指摘している、えー。幸運なことに、初めて幸運なことに指摘している。幸運にも指摘している。幸運にもってなんか座り悪いな。まあいいや。えー、ミッドグリュック。 えー、一応ね辞書でミッド・グリックというふうな用例、えー、がないかっていうふうに調べてみたんですがミッド・グリックが、えー、ありませんでした幸運とともにが直訳ですねだから、えー、幸福とともにっていうことでこの指摘したこと自体が幸福だ幸運だというよりもそれが指摘できたことが幸運だという話だろうというふうに思います、えー、この点はフランツ・マルクが初めて幸運にも指摘している。 まあ、フランツ・マルクは、えー、それなりに知られた画家ですが、まあ、一応せっかくこういう場ですからパパッと、えー、フランツ・マルクの、えー、絵を見ておきましょう、えー、新しい共有。こっちどうかいねはいえー えー、フランツ・マルク。ということで、もう画像をすぐに見る方がいいだろうというふうに思います。まあ、こういう、えー、もうおなじみの絵ですね。えー、もうちょっと大きくならんもうちょっと大きくならん 画像を表示する。これ何とにかく動物をこういう感じで、えー、描くものが非常に多いイメージがありますね。動物をなんか一生懸命、一生懸命というかな、えー、好んで、えー、題材にした人だったように思います、えー。あるいは、これ馬ですね。あらら。これも馬ですね。えー、画像を表示する。 で、次の画像とかないこれいちいち戻らんといかんのか。これはこれはこれマルクまあ画像を表示する。あ、パ、動物だからマルクだろうな。動物ですね、これもね。えー、鹿。でしょうか。うん、鹿だろうね。うん、ちょっと、えー、だいぶ抽象化されてますけど。ん,んで、 これはなんだアイカン。画像を表示する。これもこれは猿猿っぽいね、えー。というように、動物をこういうタッチで描く、えー、マントヒヒみたいな感じじゃないかなというふうに。 そういう、えー、絵を描いた、えー、画家です。はい、えー。で、まあ、後から出てくる青い騎士なんかともつながりがある、えー、画家ですね。はい。で、よいしょ。新しい教諭。元に戻ります。こういうフランツ・マルク、えー、が指摘していると。 Uh, この点は、フランス・マルクが初めてコーンにも指摘しているときってその次。Uh, S kann dieselbe Göttin sein.、Uh, die hier Not und Dortüberfluss schenkt hier die fähige Unfähigkeit zur schönheitsvoll geschlossenen Form und einen Organzerfall. Der in der Geschichte nicht seinesgleichen findet. Dort das Aufblitzen feuriger und rätselvoller Zeichen jenseits alles Stellwollens, aller luxuriösen Kunstindustrie und aller bloß äh, oidämoni, eudämonistischen äh, Ausgleichenheit, äh, mi 長いで。これは訳しにくい一文。ですが、それほど難しくはない。訳しにくいですけども。ねえー、同じ女神が 同じ女神が。Skam deserve a good design. ああまあね。こちらで、まあね、まあこれは関係代名詞から訳していった方が、えー、原文のニュアンス は伝えられるんだが、後ろがね、すっげえ長いんだね、これやっぱ前から訳したいんですね。えー、こちらで、ねえー、ノート、望、あちらでは、えー、過剰を,を,を送る、プレゼントする、えー、のが同じ女神ということはありうるし。 ということで、これはもう同じ女神がっていうふうに訳して、えー、しまいたいね。同じ女神が、えー、こちらでは、ここでは、休、えー、防。ノートは休防でしょうね。ちょうど、ユーバーフルス、えー、と退避されてますから、えー、ここでは休防を、ね。あちらでは、あちらでは、 ととなるとこちらでは、こちらでは、急募を、あちらでは、u、え、b ー f ー l u s これは過剰でしょうね。を、送る。プレゼントスうーん、送る。 ことはありうるし、えー、で、さらに同じ女神が、えー、こちらでは、えー、これなんだ完全な、えー、で、これが、えー、2つだな、えー、完全な、こちらでは、 完全な、えー、待ってよ、待ってよ、待ってよ。つは、えー、シュンハイツ・フォル・ゲッショステン・フォルム。ということで、えー、美に溢れ、完結したという感じかな。えー、美に満ちて、えー、シュンハイツ・フォル、美に満ちて完結した、ゲッショステン。形式に向かう。 ね、完全な無能力。それが全然できない。向かうことが全くできない。こちらでは美に満ちて完結した形式に向かうことが全くできない。ああ、説明的に訳すのはで簡単なんだが、そうすると、こちらであちらでが浮いちゃう。 ね、まあとりあえずこちらでは目に満ちて完結した形式に向かうことがことへの完全なる無能とえー そしてもう一つ、えー、今度は、えー、これは関係代名詞から訳せ、訳さないといけないね。これはね、歴史上ね、同、えー、類を見ない。歴史上、ね、並ぶものがない。 えー、オルガン・ツェルファルということですね。で、オルガンまン、あ、ツェルファルっていうのが崩壊、破壊、まあ、崩壊でしょうね。で、そうすると、オルガンっていうのが、えー、やはり、えー、形式に向かう、ねえー、その無能ということと、オルガンはそうするといわゆる感覚。 芸術感覚みたいなもの。だろうな、やっぱりな、オルガーン。オルガーン、まあ、器官ですけども、えー、解剖学的には器官、臓器。で、感覚、特に聴覚、センス。 あとは機関紙、えー、政治活動などの機関、立法機関、道具。やっぱりこれは感覚だろうな。歴史上並ぶものがない感覚の崩壊。崩壊を。 感覚崩壊を、えーと、こうすればいい。ビリミチして完結した形式に向かうことへの完全なる物と歴史上学ぶも,並ぶものがない感覚崩壊と、えー、これはやっぱりプレゼントするのやっぱりここって点があった方が読みやすいね。

様式概念の、うんえー、あらゆる様式意欲。一応、スティール・ボレンは様式意欲と訳しておきます。やはり、ボリンガーの、えー、用語のクンスト・ボレンが、ボリンガーの、ボリンガーというね、例の、 えー、1908年だったかな。抽、え、象、ー、と感情移入という、えー、有名な本を書いていますけれども、そこで使われている、えー、言葉が、確か様式意欲だったと思うんですね。よし方、た芸術意欲、クンスト・ボネンだったと思うんですけど、ここは、えー、それを踏まえて様式意欲というう、えー。あらゆる様式意欲や、 よしきいおくい,いおくいやあらゆるえー、しゃし、うんごしな芸術産業豪華ょ <noise> うかん looks t h あらゆる えー、芸術産業うん。クースインズスリー。あらゆる豪華な、豪華な芸術産業。いや。えー、これあんまり点を打つとね。 わかりにくくなるんですけども、とりあえず点を打っとこう。あらゆる様式意欲や、あらゆる豪奢な芸術産業や、ね、様式概念の、単に幸福主義的な。 単に幸福主義的な。えー、あらゆる均衡。ここは点を打った方が分かりやすい。で、「オイルとミー」っていうのは、えー、これはですね、「オイルとミー」と訳すしかないようですね。 オイルトミ、でえーで、および、えー、シンメトリーの、えー、彼岸にある、彼岸にある。 というのもね、まあ悲願っていうのがやっぱ分かりにくいと思うんですよね。あらゆる、あらゆる、うん、あらゆる均衡、お湯みシンメトリーの手の届かないが、 手をうん、日本語も難しい。あらゆる、えー、均衡、オイルとミーは後でちょっと、えー、説明します、えー。あらゆる均衡、ね、様式概念の単に、単にはひらがなにしと。 何に幸福刺激的なあらゆる均衡、お湯とみ、シンメトリー、お湯とみというふうにカタカナでやったらシンメトリーとやった方が、やはりここはバランスがいいでしょう。えー、あらゆる均衡、お湯とみ、シンメトリー、えー、が、の手が届かない。 現在つは創薬しましょう、えー。あらゆる様式欲や、あらゆる豪奢な芸術産業や、様式概念の単,なる単に幸福主義的なあらゆる均衡オイルとみシンメトリーの手が届かない。やっぱり手をここでやっとかないと分かりにくいかな。まあ、あらゆるがあるから分かってもらえるかな。まあいいや。 とりあえず、訳そうえー、ホトイレが火の出るような火の出るような火は、こちらの火、火の出るような、えー、謎に満ちた印。 さっき、あそこ、印というふうに訳したよね。うん。有機的な線の印や生命を強く求めている。やっぱりここ、印でいきましょう。えー、印のひらめきアウフリッツェン。 これは、ひらめきは公約しときましょう。漢字を使いましょう。ひらめきを送る。ということもありうんだ。ねえ、訳しにくいですね。というか、分かりにくいですよね。 同一語としてはそれううほど難しくないんですが、同じ女神がこちらでは急房を、あちらでは過剰を送ることはありうるし、こちらでは、えー、また同じ女神がにくどいけどやるこちらでは美に満ちて完結した形式に向かうことへの完全なるものと歴史上並ぶものがない。 えー、感覚崩壊等を送りあちらではあらゆる様式意欲やあらゆる豪奢な芸術産業や様式概念の単に幸福主義的なあらゆる均衡をゆとみシンメトリーの手が届かない、えー、火の出るような謎に満ちた印のひらめきを送る <laughs> ああんじゃこりゃみたいな、ね。えー まあ、情語ですね。ある種のもう、これは公約数ほかないよな。ということもありうる。そうか、同じ女神が、でここ、手を打っておこかな。 同じ女神がこちらでは急帽を、あちらでは過剰を送ることはありうし、こちらでは美に満ちて、えー、完結した形式に向かうことへの完全なものと、歴史上なものもな,らない感覚崩壊と送り、あちらではあらゆる形様式意欲や、あらゆる豪奢な芸術産業や、様式概念の単に幸福主義的なあらゆる均衡を追い富み、ンメトリーの手が届かない、火の出るような謎に満ちた印のひらめきを送るということもありうのだ。 もう原文がそうなっている以上は、こう訳すほかねえか。ということで、とりあえずこういうふうに訳しておきます。まあ、要するに、簡単に、あ、オイルとミーというのは、えー、ちょっと、中。オイルとミー、今、パッと、 オイリュトミーじゃないオイリュトミー。まあ、日本語だったらオイリュトミーぐらい、えー、というのがパッと変換するということは、一応外来語として多少の用法があるのちょっと検索してみましょう。えー、これを消して。あ、ビデオパッドルじゃない フローティングコントロールの非常識。オイルトミーお。やっぱオイルトミー一応ね、あるんだ。オイルトミーっていうのは、ルドルフ・シュタイナーによって、えー、想像された、シュタイナー由来か。 えー、運動を主体とする芸術、えー、舞踊、舞,舞踊な、舞踊ですね、舞踊ないし、創業芸術、パフォーミングアーツとも呼ばれる。で、ユーリズミー。 えー、と呼ばれることもあるということで、専門家はオイルトミストと呼ばれるということで、えー、名称が帰ったようにリトミックとは直接関連はないが、音楽に合わせた身体の動きや即興演奏など交通事項が多くのお数多くあるので、大人のリトミックともいえる。意識と身体とのギャップをよ埋め、えー、言葉または、えー、音楽の力を 全身の動きに変換しというね、内臓を動かすエネルギー、えー、惑星を動かすエネルギーと関連づけるという、えー、そういうやつなんですね。ということで、えーまあ、シュタイナーがオイルとミンを唱えたっていうのが、これは1861年生まれ、えー、ですから、えー、1910年代に、えー、シュタイナーが えー、オイルとミーの実践をもう行っていたというのはあり得るというかあり得るでしょうね。はい。という。オイルとミー。えー、まあ、シュタイナーが唱えた、ねえー。まあ、言ってみれば、身体という宇宙と、こういうことですね。 ええー、新しい共有ええー、ルドルフ・したいなナーまあ唱えたねえー、まあ内臓ですね身体 のリズムリズムっていうわけでは必ずしもらえる。オイルとミーもう一度え辞書の方にも、ね、一応オイルとミーに軽く説明がしてあった。 リズム、オイルトミー,、えー、言語、身体運動の調和を目指すという、えー、やはりこの場合は、身体の運動と宇宙の 運動,運動にしときますね。ええー、と、の昭和を目指す、まあ、えー、舞踊芸術と、とりあえず、えー、説明しておきましょう。おコメントをいただきました。 まあまあね、えー、シュタイナーね、プラトンの発想を現代に蘇らせたかのような、という、えー、ことですね。で、あのー、ブロッホはここで一貫してるんですがルル、ルードルフ・シュタイナーは、まあ、ブロッホの中では評価が低い。 <laughs> 思想家です。まあ、ブロッコから見れば安易なんでしょうね。まあね、えー、そういうことになろうかと思います。えー、ですから、えー、ブロッコからしてみると、えーまあ、例えばね、大湯富とかっていうふうなものは、えー、何豪華な、えー、芸術産業だとか、あるいはね、 えー、様式概念というふうなものの単に、えー、幸福主義的な均衡というふうなね、えー、それを目指す、えー、ものでね、えー、まあブロッホの中では評価が低いでそういうものがとても、ね、手が届かないような火の出るような謎に満ちた収支のひらめきを送るというまあ、えー、ブロッホが言いたいのはこちらの方。 火の出るような,なぞり満ちた印のひらめきを送る、えー。こういうものが大事なんだ。あ特にひらめきがね。えー、オイルとミーなんかじゃダメですよ。みたいなような、えー、ところは、えー、ブロッコの場合ははっきりとあるだろうと思います。ほい。えー、まだ45分だ。49分。はい。えー、次です、えー。マンハットゲザ・ーアークティ Müsste, um nur, uh, <laughs> uh, ブロッコラシー、uh, 毒舌ですね。So. Uh, 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 まあ と言われたくらいでいいかな、ここはな。えー、ロシアの農民がロシアの農民じゃない、農民どうも最近こうなっちゃうのね。えー、ロシアの農民はそもそも アンシュテンディが面子ということで、アンシュテンディ、まあ、いろんな意味がありますけれども、これはもうごくあの日常的に、そもそも立派な人間になりうるためだけでも。 ためだけであってもえー、成人たらざるを得ないえまいと 成人、成人はこっち、成人足らざるを得まいと、うん。まあ一応、拙速後第二式だということで、えまい。えー、得ないだろうでいいか。と言われた。 言われたものだぐらいにしとこうかロシアの農民はそもそも立派な人間になりうるためだけであっても成人たらざるを得ない えまあそれくらいロシアの農民は立派な人間になれないんだ。えー、立派な人間だろうと思ったら、もう成人になるしかないぐらいえ頑張らなきゃいけないっていうね、えー、めっちゃ悪口を言ってるということです。ロシアの農民はそもそも人間な人間になり得るためだけであっても成人たらざるを得ないだろうと言われたものだ。はい。まああのー このユートピアの精神では、ドストエフスキーなんかも出てきたい、トルストイも出てきたかな、えー。ということで、ボロコ自身はロシア文学は結構好きなようなんですが、はい。で、次です。これが、まああのー、出典がね、いまだに僕、突き止められないし、大村先生の訳も見つかったんですが、で、あのー、第二版以降も、ユートピアの精神の第2版以降も、この文章残ってるんですが、 河、えー、村先生も出店を突き止められなかったみたいですね。ということで、<ん>えー、とりあえず僕も出店を、えーね、見つけられないんですけど。はい。えー、次の一文です。オーダーなハルカーチ。Das a m o d e r n architect der die Begabung m i k e l a n g e l でいいと思う。m i k e l a n g というふうに 読むのは英語読みドイツ語だったらミケランゲロースとかって読むのミケランゲロでいいと思うんだけどね、読むの、ね、こういうドイツ語でこういうイタリア人どういう、どう読むのみたいな。ミ。 やっぱりミケランジェロでいいようですね。はい。えー、一応、小学館どこが大辞典では、ミケランジェロス・ベゼーセ。えー、はい。えー、ということで、えー、あるいは、 ルカーチによれば、このルカーチの言葉が出典がいま、えー、だに突き止められないしえ、ブロッコとルカーチは友達だった関係で、えー、書簡なんかも、ね、一応パパッと見てみたんですが、ちょっと見つからなかったですね。あのー、口頭でこういうやり取りしてるとかって言うんだったら、もう出典の突き止めようがないわけですけどもね、えー。ルカーチによれば 現代の建築家は美しいテーブル一つ設計するために。 ミケランジェの,の、えー、ゲラーデ、グラーデになってるのがゲラーデ、グラーデもあり得るか一応原文の確認。ゲラーデ、やっぱり映画、ウけてますね。ゲラーデ。 えー、ミケランジェロの才能をもってしてなんとか足りるアウスだりして。 うん、ミケランジェルの才能があればそれができるっていう。ええー、まあちょっとこれもニュアンスが思ったより訳しにくいな。アウスターこれで十分だ。ミケランジェルの才能がないと不十分だ。 でしてようやくあるであろうエラーでアウスタイしてなんとか足りるであろうというしよう。 えー、あるいはルカーチによれば、えー、現代の建築家は美しいテーブル一つ設計するためにミケランジョの才能をもってして何とか足りるであろうと、えーまあえー、ルカーチは言っているということですねまた打ち間違いがったアインアインアインああ本当だアインモデルナ,アインモデルナ ね。はい。アイモデルなアーキテクト。であ、ベガーブンミケランジェロ,ベカランジェロス・ベゼーね。えー。ということで。えー。ミケランジェロの才能を持ってして何とか足りるであろう。と言われる。あと、アイネンシュウネン・ティッシュ。アイネンですね。その通り、男性名詞ですね。 アイレンティッシュ・ツ・コンス・ウィーレン、えー。あるいは、ルカーチによれば、現代の建築家は美しいテーブルを一つ設計するために、えー、ミケランジェの才能をもってして何とか足りるであろう。という、説得放題は伝文だよな、うん。足りるで、ルカーチに言わせれば、 ルカーチに言わせれば。言わせれば。言わせれば。ルカーチに言わせれば、現代の建築家は美しいテーブル一つ設計するためにミケランジョロの才能をもってして何とか足りるであろう。となる。 なんか日本語として落ち着き悪いね。ということになる。あく、なんか、もっさいな。もっさいが、まあ、とりあえず、ルカーチに言わせれば、ルカーチによれば、ルカーチによれば、 なんとか足りるだろう、足りるであろうということになる。まあ、ルカチに言わせればでもいいか。はい。えー、いずれにせよ、この2つの文章、えー、立派な人間というのは、かつてはそんなに難しいことではなかった。 えー、立派な人間になるっていうことはかつてはそんなに難しいことではなかったけれども現代にあってはもう成人になるほど、えーね、成人というふうに呼ばれるような人間になるほど立派な人間になることが難しくなった美しいテーブル一つ設計するのにまあ現代の建築家まあ建築家でいいか、えー、現代の建築家はもうミケランジェロ級の才能が えー、才能が必要になっている、まあ、それだけ現在が難しい時代になって,るっているのが、まあ、ブロコの言いたいことだろうというふうに思います。はい。えー、なんとか段落の切れ目まで。お、まだいけるか。よし。あば、エスレス、ディーゼム・ザツ、オーツ、ヒンズ・フューゲン、ダス、ビ・ステツ、ディ・キンダー、オダディ・バウエル、ソ、イツ、オーツ、ツ、オオ アンベルフティガフォン・レベンス・ミュエ・ベトレンクター・ディレクター・トン、デア・ン・ゲシキキキカイト・ニッチ・ミッデン・クラインス・テン・アラ・アルタ・マラ・ツーフェア・グライヒム・イッチ・トツデム・インデア・メルクヴィーディザ・ゼイト・ゲビルデ・オこれは。運ん、はおかしいね。 原文はどうなっているんじゃなくてどう打ちまし何を打ちましなでうんべるかふだ、 unberückhafte stilllose, aber ausdruckshafte äh, symbolische Gebüde erzeugen kann die keinem letztlichen vergleich mit, dem, äh, mit den großartigsten aussagen der griechischen oder neuzeitlichen stil epochen zu scheuen zu scheuen brauen, brau, brauchen das ist die はい。長い。今言ったことと反対のことを、ブロッホは付け加えようと、えー、しております。しかし、こうした文章に、付け加え、 青普通品通表現。付け加えられるのはでいいよね。青普通品通表現。通はいらない。<laughs> ええー、今回は打ち間違いが非常に多かったですね。ええ青品通表現。 しかし、こうした文章に、文章、文2にしとこうか、えー。付け加えられるのは、のは、はい。 次のような文章でもあるっていう青、もうどっかで入れなきゃいけないね。まあとりあえず、えー。しかしこうした文に付け加えられるのは、えー、子供たちや農民がいつもそうであるように。オーダーは 嫌でいいと思うな。子どもたちや農民がいつもそうであるように、えー、今もまた、現在もまたっていうことですね。えー、先に関係代名詞、下宿に控えと、ー。 熟練、うまさ、技巧、げしっくり控え、熟練、まあ要するに技ですね。技がうまい、技が非常に、 熟練していることが下しっくりしっかりって。まあ,あ、匠さ、器用さ。えー、今もまた、今もなおの方がいいか。まあ、とりあえず、またに訳しておましょう。 えー、この、たくみさ。たくみさ。の点では。えー、古い画家たちの最も小さいもの。クラインステン・アラ・マーラー、アルタ・マーラー。 打ち間違いはないよね。クライン・ステン・アルターマーラはい。匠さんの点では昔の画家たちの最小のもののものにさえ 比べるべくもない。比べられ、比べられ、えない。比べられ、えない。えないはいいか。比べられない。えー、で。これは 挿入句のように訳してもいいかな。うん、挿入句のように訳した方がいいかもしれないな、えー。今もまた、ね、ベリューフティがこれが乏しいっていうことですね。乏しい。まあ、才能に乏しいっていうことだと思いますけども。 貧しい。貧しいが、まあ、才能に貧しい。ベデュルフティヒ。挿入句のように行きましょう。ベデュルフティヒ。ああ、いわゆる貧しい。 今もまた貧しく。これはもう文字通り貧乏である。貧しくね。ね、えー、レーベンス・ミュウエーエ・ベトレングタ、ねえー。生活の苦労、生活苦に、ねえー、押しひしがれた。ベトレングター。レーベンス・ミュウエーエ生活苦でいいと思いますね。ベトレングター。押しひしがれる感じ。 生活苦に押し引きし、押し引きしがれた、ベドレングタえ。いいよね、ベドレングタ。ベドレンゲン。うん。 今もまた貧しく生活苦。押しひしがれたディレッタント。もうディレッタントはもうディレッタント。も。 生活苦に押しひしがれた今もまた貧しく生活苦に押しひしがれた、えー、ディレクタントも、えー、ディレクタントも巧みさの点では昔の画家たちの最小のものにさえ比べられないというのに それにもかかわらず、にもかかわらずがいいね。にもかかわらず、この時代の空気の、この時代の、メルクビューィゲーム。 メルクビューディゲン、不思議な、不思議なよりも、どう訳せばいいかな、メルクビューディゲン。メルク,メルクビューディゲン。奇妙な、おかしな、不思議な、奇妙な空気の中で、この時代の きくむ奇妙な空気。中で。えー、ゲビューでこれが、ゲビューでがダブってんだよね。意識的にダブらせてんだよな、これな。えー ゲビ,デゲビューデ、ビュー作品は強すぎる。作品は強すぎるな。作品じゃない方がいいんだ。むしろ、もう何とも言えないようなものなんだ。 要するに素人さんがね、うん、いいものを作り売るっていう。黒の方がかえって苦労するみたいな、ねえー。優れた建築家はもうミケランジョロ級じゃなきゃいけないんだけど、この時代の奇妙な空気の中でもううまさ、巧みさという点で言えば、もう全然だめな、ど素人が。 すげえものを作ったりするんだよみたいな、そういう話にブロッホとしては持っていきたいわけね。ゲビルで、ゲ生物。それこそ、オブジェに近いもんだと思うんですけどね。産物を。 ウンベルク・ハフテ。ウンベルク・ハフテってどういうこと作品っぽくないんだよね。作品っぽくない。作品っぽくないとかっていう。要するにもう素人さんが作るわけですから、もう。 なんて言えばいいのかなちゃんとね、基本ができている。ね。なんかね、そして、えー、マテッサンとかね、散々やってきた。そんなうまさとは違うということが、ウン・ベルク・リッシュ、ベルクハフトだと思うんだよね。ウン・ベルクハフトなんかないね。 作品らしから作品らしからず、様式を書いて、様式も書き、もう書いているが、 作品らしからず様式も書くが、えー、表現力あふれ表現にあふれ象徴的な表現にあふれ象徴的な エアツイゲン、生み出し売る、やっぱり売 <laughs> <laughs> る、生み出し売るということでもあり。 しかし、こうした文に付け加えられるのは、子どもたちや農民がいつもそうであるように、今もまた貧しく、今も、または、ここはいらない。今も貧しく、えー、貧しく生活苦に押し、今も、貧しく、ここに点はいらない。貧しく生活苦に押ししがれた。 言えたとパクみさの点では昔の画家たちの最小のものにさえ比べ、えー、られない、比べ物にならない、えー、比べられないというのに比べ物にならないしとこうか。比べ物にならないのに。 にもかかわらず、この時代の奇妙な空気の中で産物を作品らし、mm. からず、様式も書くが、表現にあふれ象徴的な産物を生み出しうるということであり。ということでもあり。えー。パイネンレスヒニゲンフェアグライヒ、ミット・グロースアウトニゲン・アウスザーゲン・デア・グリヒシェム。<music> うん、えー。ああそうか。ゲビルデーゴ。 でもあるゲビルデをやっぱりゲビルデを説明してえー、何何何何何何えー、ギリシャやえー 近代のシティルエポヘンね、様式エポーヘンエポーヘンシティルエポヘンなんて言葉ないでしょう普通様式時代一応確認シティルエポヘン え今、19分、あと10分。スティール・エポッヘン。なんて言葉はないよね。まあ一応。スティール・エ・エ・エ、えー、うん。様式時代 えーまあ、そういう様式が非常に確立されていて立派であるというの、ギリシャや近代の様式時代の、えー、偉大なるグロースアウティフスで最も偉大な、最も偉大な アウス・ザーゲンっていうのが、これはもう表現だろうな文字通りの命題とか原名じゃないよね、これね。これはそういう時代に生み出されたもの、出てきたもの。アウス・ザーゲン。証言というのもあるか。 あ芸術作品などの、えー、意味内容。訴えか。最も偉大な訴え。えー、にと比べて、レッツヒンゲンフェアライ 比べて何ら恥じる必要がないっていうことなんだよね。劣質品や普通は最近のっていうことですが、これはこれと比べる、究極的に比べてる、ということですよね。劣質品に、うん、最近じゃないね。<laughs> 究極的に比べ。 でも何らショイエン、恥じるいや、死ごみする感じ、ショイエン。嫌がるんだよね。いやー、ちょっと勘弁してくださいっていうのがショイエンだよね。ショイエン はばかることがない。なんがはばかるはばかる必要がない。ああ、なんがはばかる。 必要のない生み出しある生み出し売るということでもある。いい長い一文。しかしこうした一文に付け付け加えられるのは子どもたちや農民がいつもそうであるように、今も貧しく生活苦に押しひしがれたディレッタンとも。 くみさの点では昔の画家たちの最小のものにさえ比べるものにならないのににもかかわらずこの時代の奇妙な空気の中で産物を、えー、生み出しうるここで生み出しうるここに持ってこよう ことだつまり作品らしからず、えー、様式も書くが表現にあふれ象徴的な産物を生み出しうるギリシャや 近代の様式時代の最も偉大な訴えと究極的に比べられても、ねえー、何らはばかる必要のない究極的な訴えとのギリシャ近代の様式時代の最も偉大な訴え との究極的な比較。何らはばかる必要の、えー、ない産物を生み出し得る。ということだ、25分。 あこの段落は、ああ、もうちょっとなんだけど、あと5分。よいしょ。はい、えー。Das ist der Weg, den der b r a u e Leiter ziehen wollte: ein verwachsener, unscheinbarer Steinseitenweg, der die h a u p t s t r a s e der Menschen メンシェンハイツ・エントゥビックルンク・ビューデッド。メンシェンハイツ・エントゥビックルンクでいいメンシェンハイツ・エントゥビックルン、間違いないし。はい。えー、ということで、この一文、もう一文はちょっと無理だ。あと四分。これが、 えー、さっき言いました青い棋士、えー。まあ、さっき言ったフランツ・マルクなんかも、えー、関係しますし、やっぱりカンンスキーが一番有名なのかな。ブラウエライター,、えー。これが青い棋士が進もうとした、進もうとした。と、望んだにしとこうか。 進むつもりであった。進もうとしたでいいか。進もうとした青い騎士が進もうとした、えー、道であり。これが青い騎士が進もうとした道であり。 えー、メンシェンハイツエ・ <laughs> ンンイツエントビックルング。メンシェンハイツ・エントビックルング。メンシェハイツじゃなくてメンシェンハイツ。メンシェンじゃない。メンシェハイツ。僕の打ち間違いだこれ。メンシェハイツ・エントビックル。ルンメンシェハイツ、人類の発展。 のねえー、大通り、主要通り、ハープラースワーセ。人類の発展の大通り、ハープラースワーセ。大通りをなす。 これは前から訳した方がいいかな。人類発展の、人類の発展、人類発展の大通りをなす。えぇ、ーえー、草木に覆われたフェアバックセナーっていうのはそういうイメージだと思うんですね。草木に覆われ、覆われ、草木。 草木草木草木に覆われか草木に覆われ草木に覆われ,われ目立つことのない。 草木に覆われ目立つことのない脇道なのであるこれは前から訳した方がいいかもしれません、えー、これがね今言ったね、えー、そういう、えー、貧しく生活苦に押し切れたディレッタントがまあ、下手馬ですね下手馬 えー、巧みさの点では昔の画家たちの最小のものにさえ比べものにならないのにもかかわらずギリシャや近代の様式時代の最も偉大な訴えとの究極的な比較も何らはばかる必要のない産物を生み出しうるというこの路線こそが、えー、青い騎士が進もうとした道であり、えー、草木、草木に覆われ た目立たない、目立つことのない、目立たない脇道なんだけれども、これこそが本当は人類発展の大通りをなしているんだよっていうのが、ブロッコの言いたいところ。えー、創枠に覆われ、目立たない、目立たないでいいね。目立たない脇道。ああ、やっぱり。 前から訳した方がいいね。草木に草木に大われ、目立たない脇道、えー、だが、これこそがっていう気持ちなんだろうね。脇道だが、これが人類発展の大通りを。 なすのであるはいちょっと31分になりましたが、えー、今言いましたね、えー。専門家の訓練というのはどん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 難しくなって高度になっていってで、えー、もうそれこそテーブル1つ設計するのにミケランジロの才能が必要になるほどなんだけども。 逆にかえって、そういう素人さんが思わぬものを作ってしまう。えー、そういうことがあり得るというのが、まあ、ブロッの、まあ、これは表現主義っていう言葉が、えー、この段落の最後に、えー、出てきます。この表現主義、エクスプレッショ,エクスプレッショニスムス。えー、そこでが言いたいっていう話なんですが、まあ、ちょっと、えー、あと3行ほど、えー、訳しきれませんでしたが。 ブロッコとしては言いたいとかそういうね、えー、専門的な訓練はもうますます難しくなっていってるけど、かえって、えーまあ、それこそ子どもや農民がもともとそうであるように、えー、なんかね、そういう専門的な訓練を積んでない素人さんが、デ、え、ィ、ー、レクタントが、ね、思わぬものを作るということが、この時代はありうる。 ということが、ブロッコとしては言いたいところだろうと思います。はい。ということで、お付き合いいただきましてありがとうございましたえ。ちょっと時間はみ出しましたけども、はい。どうもどうも恐縮です。えー、あ、これは、いいはいはい、どうもどうも恐縮です。はい。えー、それじゃあ、今日はこれで、えー、終わります。お疲れ様でした。また来週、あのー、多分問題なくできると思いますので、また来週できましたら、 遊びに来てください。今日はこれで終わります。おやすみなさい。